両面4箇所ついておるものかなと思いまして、じゃあこれで確定しましょうか。皆様お疲れ様でございます。久蔵と申します。今ですねハードオフの通販サイトの、オフモールを見ておりまして、ちょっとね欲しいファミコンが一つあるんですけども、懸念点が何点かありまして、今買いあぐねてる状態でございまして、改めてね見ていきたいと思うんですね。今このオフモールってあるじゃないですか。ここでこれね僕地味に大好きなゲームで、当時やっていてですね、最近これ箱説明書付きが出回るんですけども、めちゃくちゃ高くて、この金額であればまあ買いかなと思うんですけども、ちょっとね気になる点が3つありまして、1つがですね汚れ具合と、で2つ目はですね破れがないかですね、耳取れとか実は蓋がちぎれてるとかですね、あともう1点はこれ比較的色褪せしづらいはしづらいんですけども、色褪せしてないかですよね。というのがこのゲームを撮影した日がすごくもう昔で、実は今飾ってあるのがもう蛍光灯焼けとかしちゃってですね、色褪せていないかっていうのがちょっとね心配なんですよね。ちょっと見ていきましょうか。でこれが正面ですよね。でこれが裏面なんですけども、裏面ね結構汚れているなっていう感じで、どうなんでしょうね、これちょっとお掃除したらマシになるんですかね。真っ白白はきついと思うんですけど、そこそこ箱ピシな気がして、汚れは許容してもいいかなっていう感じなんですよね。で3枚目、ここがちょっと破けてて、ここが色褪せ、剥げてる感じなんですかね、擦れてる感じなんですかね。で、プラケースはちょっとだけカビ汚れがあるんですけども、ダメージはそんなにないですと。カセット、表裏、カセットはでも綺麗ですよねこれね。で端子もすごく綺麗で、説明書が、比較的備品で、まあ見るとこれ耳取れとかしていないように思えるんですけどね。耳取れがなかったらもう即買いだと思うんですけど、これなパッと見いいんですよね。注意書きもついていたりとか、これはあれですね、時間になりましたらお店に問い合わせてみましょうか。お店が10時から開いているそうなので電話して聞いてみましょうかね。これね今開店時間を過ぎましたので電話してみましょうか。恐れ入ります、ちょっと商品のことについてお伺いしたいのですが、はい、今ネットのオフモールを拝見しておりまして、ファミコンソフトの亀の恩返しという白い箱のゲームなんですけども、はい、蓋のところの破れとかもし何もなければ購入させていただきたいなと思ったんですが、何か他ダメージとかございますでしょうか。よろしいですか、すみません。090、と申します。はい、恐れ入ります。はい、失礼いたします。ということで今状態確認してもらって折り返しをいただけるということになりました。もしもしです、お世話になっております。箱を開封した時に俗に言うなんか耳と呼ばれてる部分がありまして、フラップみたいな、あそこがちゃんと両面4箇所ついておるものかなと思いまして。ああ、そうですか、はい、あ、わかりました。はい、よろしくお願いします。失礼いたします、ありがとうございます。ということで今電話切りまして、耳も4箇所ついていて、まあ比較的良好だそうですね。昔のゲームなので汚れとか擦れ感はあるそうはそうなんですけども、破れとかそんなにひどいものもなく、このままいっちゃおうと思います。あ、送料が結構しますね。送料1100円。
送料1100円、まあ、1100円で7700円。じゃあこれで確定しましょうか。これでもういいのかな。 OK 完了。これでまあ到着待つって感じですね。いやー、びっくりしました。注文してね、もう届きました。香川県から来ましたよ。いや、びっくりしました。本当にびっくりした。こんなに早いんですね。ありがとうございます。改めてちょっとね、気持ちなんか段ボール大きいんですけども、開けていきたいと思います。よいしょ、大きいな。しかしもっと簡単な包装で届くと思ったんですけども、結構ガッチガチな段ボールで届くんですね、うん、あ、納品書兼保証書だそうですね。では開けていきましょうか。わー、来ました。来ましたよ。結構すごい丁寧に梱包いただいてますね。ハードオフの通販はね、ちょっと心配なところはあったんですけども、どうなんでしょうね。よいしょっと、あ、これ全然いいんじゃないですか。これですね、ハードオフモールで見た状態よりもこれめちゃくちゃいいですよ。え、なんか全然くすんでないじゃないですか。これが正面です。ちょっとね、照明上から当ててはいて白光りしているかもしれないんですけども、それにしてはこれ結構状態いいですよ。まあ、ちょっとだけですね、焼け感はあるんですけども、いや、でもこれは全然いいと思いますね。店頭に6600円で並んでたら僕普通に買いますね、これの状態なら。ではでは、こちら開けていきたいと思います。よいしょ、うん、あー、綺麗だと思います。これは嬉しいな。よいしょ、うん、こちらもわー、めちゃくちゃ綺麗。中身と全くダメージがないピンピンのプラケースですね。で、こちら説明書注意書きでございます。これね、これあのちょっとあの鱗状にシワにはなっているんですけども、いや、これめちゃくちゃ綺麗ですよ。これこの感じ全然読んでないですもん。これはいいですね。ではカセット見ていきます。これね、めちゃくちゃ綺麗ですよ。真っ白白、うん、ラベルも綺麗ですね。裏面はですね、ラベルがちょっとだけ焼けてるというか汚れがあるかなっていうレベルですが、真っ白ですね、これ。で、中のこの縁の汚れもあんまりないですし、端子もめちゃくちゃ綺麗です。いや、このね、亀の恩返しはなんか最近やたら高騰していまして、あんまり6000円前後じゃ最近買えないんですよね。出回りもすごい少なくて、いや、これね、下手するとこの状態なら1万前後するんじゃないかなっていう感じだと思います。個人的にはこれはいいものを買えました。この後ですね、こちらの亀の恩返し遊んでいきたいと思うんですが、どんなゲームかと一言で申し上げると、横スクロールのアクションゲームかつシューティングゲームみたいな、そんな感じです。ハドソンのですね、おとぎ話シリーズの第2弾で、第1弾が桃太郎伝説で、こちらが第2弾のおとぎ話シリーズという形で満を持して発売されたものなんですけども、こちらにですね、浦島伝説と書いてある通り、主人公は浦島太郎の子孫なんですよね、確か。この子がこのお姫様を助けに行くっていうストーリーだったはずです。なので1作目が桃太郎を舞台として、2作目が浦島太郎っていう感じですよね。これはちょっと後でやっていきましょう。あ、そうですね、書いてありますね。ある日、浦島太郎の子孫である剣浦島はご先祖様と同じように亀を助けましたってこう書いてありますね。はい、ということでございまして、ハードオフで購入しました亀の恩返しを開封いたしました。それではこの後ですね、この亀の恩返し遊んでいきたいと思います。はい、ということでございまして、亀の恩返し浦島伝説やっていきます。これですね、僕どのくらいぶりだ、発売当時ぶりぐらいなんで30年ぶりぐらいかもしれないですね。
とりあえずやりたいと思いますが、デモ画面見てみましょうか。デモ画面、ここは日本の、ここは未来の日本です。一人の青年が赤いすごいスクロールが速くて追いつけないとりあえず遊びたいと思います。よし、じゃあスタートします。あ、これでもう一回見られるんだ。ここは日本の、あ、ここは未来の日本です。一人の青年が赤い海を見つめ悲しんでいました。いつになったら青い海に戻るのだろう。この物語の主人公である浦島太郎の子孫兼浦島はつぶやきました。そんな彼が浜辺を歩いていると亀をいじめているバケガニに出会いました。バケガニ、彼は生まれつき備わっていた超能力でバケガニを倒し、超能力なんですね、亀を助けてあげました。これカタカナがめちゃくちゃ読みづらいですね、今になって。助けられた亀は浦島に向かって話し始めました。どうもありがとうございました。私はあなたのような方を探していました。私の背中に乗ってください。あ、背中に乗りなさいと。これは浦島太郎そのものですね。うわー、ピカピカ。浦島はご先祖様のように竜宮城に連れてってもらえるかなと思い亀の背中に乗りました。ところが亀はタイムスリップをしてしまいました。これタイムスリップしてるんだ。浦島がたどり着いたところは彼が見たこともない世界でした。亀は浦島を降ろしてからまた話し始めましたカタカナがめちゃくちゃ読みづらいです。浦島さん、我が竜宮王国を救ってください。竜宮王国を救ってください。ある日突然空からやってきた、奇獣帝国に占領されてしまい乙姫様たちが囚われてしまったのです。亀。浦島は亀の頼みを引き受けました。そして亀からバトルスーツブリガンディーネを授かり乙姫様たちを助けるために旅立ちました。なるほど、これは細かい物語、子供の頃こんな見てなかったですね。よいしょ。ようこそミスター浦島、ここは遺跡の島です。この島にある機械城にはわかめ姫が囚われています。わかめ姫、姫を助ければあなたのレベルが上がるでしょう。これなんか見た目がもうゼルダチックですね。で、これは特にないと。これレベル上がれば2段ジャンプとかできた気がしたんですけど、確か。とりあえずちょっと進んでみましょうか。やられるかもしれないですけど、ただこれ操作のレスポンスがすごいいいですね。あんまりこうぬるっと動かないというか、すごく操作のレスポンスがいいですね。ただ反応が良すぎるがゆえ逆に操作しづらい、あ逆に操作しづらい感が否めないんですけど、ボタンを押して結構すぐ反応するので、操作に遊びがないので、こういう感じですごく落ちやすい。アクションゲームが結構お得意じゃないときついかもしれないな。よいしょ。反応がすごい良すぎるんですよ。よいしょ。進んでいきましょう。よいしょ。危ないな今の。でもこれ僕昔いいところまでというか結構クリア的なものもした気がするんですけど、内容全然覚えてないんですけどね。よいしょ。よ、行きたい。あれ、行けないのこれ。なんかアイテムとか取んないとダメなんですか、もしかしてこのゲームをどう思いますか。つまらんにしておきましょうか。
あんたなんか嫌いよ、飛んでけ。あ、本当に飛んでった。いやこれはひどい。宝箱ゲーム、ホゲホゲ、ヘディングしてね。ボール、Eボール70個やりました。動画の尺が長くなってしまうのもあれなので、今日はこれまでにしたいと思いますが、まあこんなゲームです。いつかね、クリアはしてみたいとは思いますが、はい。はい、ということでございまして、今回はですね、ハードオフの通販サイト、ハードオフモールを使いまして、こちらのファミコンソフト、亀の恩返しを購入してみました。結論ですね、めちゃくちゃ良かったです。ハードオフモールの掲載画像だとかなり汚れていたりとかしまして、もしかしたら耳がないんじゃないかという懸念はあったんですけども、いや、届いてびっくり、玉手箱めちゃくちゃ綺麗でしたよ。そんなに汚れ感もなく箱もピンピンしていて、これはありだと思いました。今後もですね、ハードオフモールで何か気になったゲームがあれば、これね、積極的に買ってもありなんじゃないかなと思いました。はい、ということでございまして、今回の動画は以上でございます。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございます。さよなら。最後までご視聴誠にありがとうございました。チャンネル登録、コメントお待ちしております。ツイッターもやっておりますので、ぜひフォローよろしくお願いいたします。